いい先生ってきっといると思うんですけど、どんな先生がいい先生なのかって、まあ、僕にもまだ分かってなくて、色紙配ってあの夢を書いてもらうんですけど、うん、自分の本当の心の声を書いてください。でなかったら白紙でもいいし、なしって書いても全然いいです。だけどその先生、いい先生にどこまでエグザイル哲也がなれるのかっていうのはすごく挑戦なので、あの子たちと真剣に向き合うことが精一杯自分のできることなんだって毎回思いますね。寄りすぎず離れすぎずの一番いい距離感でこう授業進めるっていうのがいいんだろうな。